宮原聡子。高い演技構成点はショート全体トップでした。環境新たに挑戦のシーズン、全日本4度の優勝を誇る宮原。フリーはシンドラーのリスト、金。次がルッツからのコンビネーション。トリプルルッツ、トリプルトーループ。サルコところが宮原選手の良さですね。音楽を奏でるような滑り。そして後半、トリプルフリップ、ダブルトループ、ダブルループにならなかったですね。少し回転が足りませんでした。ダブルアクセル、トリプルトーループ。宮原聡子、ジャンプにまさかのほころび。ただその滑り、やはり全てが美しく、全てが繊細に円熟の滑りを見せました。さあ上位争い、
そして世界選手権代表争いどうなっていくでしょうか。この後坂本花織リンクインです。さて荒川さん、少しジャンプに詰まる、はい、苦しむ場面がありました。そうですね、練習を見ていましても今シーズンは少しこうジャンプに苦戦しているかなという印象がありました。はい、それが本番でこれまではしっかりと決まってきたところがなかなかこう練習での不安が本番に出てしまうというような展開がありましたけれども、今日もその形で、まあ、最初の出だし良かったのでこのままいけるかなという気もしたのですが、ところどころやはりジャンプのタイミングが合わなかったり高さがこう出せなかったりということで回転不足もちょっと目立ちましたかね。このダブルアクセルは1点近い加点、はい、スピードにもよく乗っていました。で、降りるまでのスピードも落ちずに綺麗に着氷につながりましたので素晴らしかったですね。で、一つポイントになるコンビネーションですね。はい、これがしっかりと決まっていくと大きい得点になるのですが、練習よりは高さが出ました。ただ2つ目のトリプルトーループが回転不足という判定になってしまいましたね。で、このダブルループになってしまったところ、得意のトリプルループだっただけに珍しいなというミスだったんですけれども、その後少し焦りが出てしまいましたかね。珍しくスピンなんかでもポジションがしっかりとカウントされなかったりというようなところもありましたので、はい、プログラム全体にやや焦りが見られたかもしれません。僅差で迎えたこのフリーです。そして荒川さん、表現面に関して宮原のフリーいかがでしたか。はい、そうですね、ジャンプがしっかりと決まってくると、はい、より表現の部分にも意識を向けることができるので、これまではそこも魅力になってきたのですが、今日はやはり少しジャンプに焦りがあった分、そのゆとりというところが出せなかったかもしれません。ただ全体的に滑りのスピードであったり流れ、はい、そこはさすがの宮原選手の基礎力の高さを感じるところがありました。挨拶をご覧いただいています。スピード最高時速は26キロ近い速度が出ています。荒川さん、どんな印象でしょうか。はい、そうですね、全体的にはしっかりとスケーティングの基礎を磨いてきているだけあり、そのスケーティングの質の高さというのも感じられました。そしてジャンプやスピンの配置にもバランスが整っていたように思います。宮原だから見せられる世界があります。さあ、ここから全日本表彰台が決まっていきます。宮原の順位が出てトップの選手が表彰台確定。さあ、そして坂本花織も集中力を高めてこの後フリーの演技を迎えます。ここまでトップが樋口新葉 206.61、去年の全日本女王の演技が近づいています。そして最終滑走、紀平梨花、初優勝を目指して宮原さと子の得点です。フリー、やはり回転不足が目立ちました。 121.32、 それでもトータルは190点を超えています。 191.43 はこの時点3位。そして樋口新葉、3年ぶりの表彰台が確定しています。23番